総君が新潟に、新潟の風景とそうくんの笑顔が最高。松井湊水曜日ナイト出演に湧く新潟。ファン歓喜の理由は TVer 配信決定。水曜日ナイトへの松井湊さんの出演が新潟県のファンにとって特別な瞬間となったことは間違いありません。彼の初登場はファンにとって一つの待ち望んだ出来事であり、彼の明るい笑顔と、 新潟の素朴で美しい風景との相性の良さが印象的でした。彼が番組で見せた食レポのスキルや自然体の魅力は瞬く間に視聴者の心をつかんだようです。SNS 上では多くのファンが「そう君、可かかった新潟のものをびみしそうに食べてくれてありがとう」といったコメントを寄せており、彼に対する応援の声が絶えません。松井湊さんが出演する「水曜日ナイト」は 新潟の魅力を伝えることを目的とした番組で、地元の食材や文化、観光地などを紹介しています。宗さんの登場により、番組には新たな活気が吹き込まれたように感じられます。特に、彼の飾らないキャラクターと、番組ホストである近藤アナとのやり取りが、番組をさらに魅力的にしています。このようなコラボレーションは、地域密着型の番組に新鮮な風を送り込むことができ、 地元の視聴者にも大変好評ですこの番組を通じて、松井さんが新潟県民にどれほど愛されているかが浮き彫りになりました。彼が手にする黄色いマイクカバーは、彼のファンカラーとして象徴的であり、視覚的にも彼の存在感を際立たせています。さらに、SNS では、そうくんが新潟に来てくれて嬉しい、これからも新潟でたくさんのことを体験してほしいといった期待の声が多く寄せられており、 彼の新潟での活動に対する期待が高まっています。総さんが出演したエピソードは、地元新潟だけでなく、TVer でも後日配信される予定です。これにより、新潟以外の地域に住むファンも彼の活躍を楽しむことができ、全国的に彼の魅力が伝わるチャンスとなります。TVer での配信が待ち遠しいという声が SNS 上で多く見受けられ、 新潟県以外の地域からも彼を応援する人々が続々と集まっています。特に地域外のファンにとっては TVer で彼の姿を見られることが楽しみであると同時に彼がいかに広く支持されているかを示す証しでもあります。彼の「水曜日ナイト」への出演は単なるテレビ出演にとどまらず松井さんと新潟との新たなつながりを生み出したといえるでしょう。新潟の豊かな自然やおいしい食べ物、 そして人々の温かさが、松井さんの魅力と絶妙にマッチし、今後彼が新潟でどのような冒険を続けていくのかが注目されています。彼が地元の食材を紹介する食レポの場面では、真剣に一口一口味わう姿が印象的で、ファンからは、全力で食レポしていて可愛かった、といったコメントが殺到しました。これまで食レポにあまり経験のなかった彼が、その場で自然体で挑戦する姿勢は、 多くの視聴者にとって親しみやすく、彼の真摯な態度が評価されました。また、彼の新潟での活動は、地域経済にも大きな影響を与える可能性があります。地域振興や観光促進の一環として、新潟の特産品や観光スポットを全国に紹介することは、地域に対する興味を引き、さらなる観光客の増加につながるでしょう。総さんが新潟の魅力を発信することで、 新潟を訪れれるる観光客がが増えることが期待されています特に彼の若いファン層が SNS を通じて情報を拡散することで新潟の観光地やおいしい食べ物が全国的に注目される可能性があります松井湊さんの魅力は彼の見た目の可愛らしさだけでなく彼の内面の優しさや誠実さにもあります彼が新潟で過ごす時間を通じて地元の人々との交流が増え さらに多くの人に愛される存在になることでしょう。新潟の美しい風景や温かい人々が、彼の自然な魅力をさらに引き立てており、視聴者もそんな彼の成長を見守りたいと感じています。水曜日ナイトでの松井さんの今後の出演がどのような展開を見せるのか、ファンのみならず新潟県民も大いに期待しています。彼がどのように新潟を紹介し、どのような新しい発見をしていくのか。 その過程で彼自身も成長し、ファンとの絆を深めていくことでしょう。これからの彼の活動が、さらに多くの人々に笑顔と感動を届けることを信じています。松井湊さんの水曜日ナイトでの冒険は、まさに始まったばかりです。彼の新潟での経験が今後どのように彼自身を成長させ、また新潟の地域社会にどのような影響を与えるのか、非常に楽しみです。 彼がこれからも新潟を訪れ、地元の文化や人々と触れ合うことで、さらに深い結びつきが生まれることでしょう。彼の食レポは、ファンにとって特に印象的な場面でした。食レポというのは、に食べ物を紹介するだけでなく、食べる人の感性や反応が視聴者に伝わる重要な役割を果たします。松井さんのリアクションは、真剣でありながらも自然体で、 彼自身が本当に食べ物を楽しんでいる様子が視聴者に伝わりました。彼の一口一口に込められた表情や感想は、ファンだけでなく初めて彼を見る人々にも親しみやすく、さらに好感度を高める要素となっています。こうした細かいところにこそ、彼の魅力が詰まっているのです。また、松井さんの水曜日ナイト出演をきっかけに、彼にとって新潟という場所がどう変化していくのかも興味深いところです。 多くのファンが SNS で声を上げているように、彼が新潟を知り、感じ、愛していく過程を見守るのは、視聴者にとっても楽しみの一つです。彼が新潟の各地を巡りながら、その土地土地の魅力を再発見し、視聴者に新しい視点を提供することができるでしょう。さらに、地元の人々との交流を通じて、新潟が彼にとって、第二の故郷的な存在になっていく可能性もあります。 彼がその土地の歴史や文化に触れ、学び、地元の人々と絆を深めていく姿は、単なるエンターテインメントを超えた、より深い意味合いを持つものとなるかもしれません。TVer での配信を通じて、彼の活躍を待ち望んでいる地域外のファンたちも、今後の彼の動向に注目しています。特に、SNS での盛り上がりを見ていると、松井さんがどれほど多くの人々に愛されているかがよくわかります。 新潟に行ってみたい、新潟の食べ物を試してみたいといったコメントが溢れており、彼の影響力が地元を超えて全国に広がっていることが感じられます。新潟という地域が、松井さんを通じて新しい観光スポットや特産品の紹介の場として注目されるようになる可能性もあり、地元経済にも良い影響をもたらすかもしれません。松井さんのファン層は幅広く、10代から50代、60代の女性にまで支持されています。 彼の持つ可愛らしさや真面目さそして親しみやすい性格が多くの人々に愛されている理由です水曜日ナイトでの彼の姿はその魅力をより多くの視聴者に伝える絶好の機会となりました特に彼が地元の人々との触れ合いや新潟の自然や文化を楽しむ姿は視聴者にとっても共感を呼ぶシーンとなり彼が自分たちの代表として新潟を紹介する姿が期待されています さらに、番組を通じて彼がどのように成長し、新潟の風土や文化に馴染んでいくのかを見守る楽しさもあります。彼が新潟をどのように受け入れ、地元の人々とどのように絆を築いていくのか、その一連のプロセスが視聴者にとって感動的な瞬間となるでしょう。番組の中で彼が、新潟に来てよかったと感じる瞬間が訪れたとき、それは視聴者にとっても特別な瞬間となり、 さらに彼への支持が深まることでしょう今後も彼の水曜日ナイトでの活躍に注目が集まっています。ファンの間では次回の放送が待ちきれないという声が多く上がっており、SNS 上では次回の出演に対する期待が膨らんでいます。新潟の青空の下で彼がまたどんな冒険を繰り広げるのか。そしてそれが彼自身にとってどのような意味を持つのか。 新潟と松井湊さんの物語はまだ始まったばかりです。これからも彼が新潟で見つける新しい発見や地元の人々との温かい交流が視聴者に感動と笑顔を届けることを願ってやみません。TVer での配信が始まればさらに多くのファンが彼の活躍を目にすることができ新潟県内外での彼の人気はますます高まっていくでしょう。特に彼が新潟の文化や食べ物を通して 新たなファン層を獲得すす。ることも考えられます新潟での活動をきっかけに、さらに広い層に彼の魅力が広まることを期待しています。最後に、松井湊さんが水曜日ナイトで見せた自然体の姿と、新潟の温かさが絶妙に交わり、視聴者に感動を与えたことは間違いありません。彼の新潟での活躍は、これからも多くの人々に愛され続け、 彼自身も新潟で多くの学びを得ることでしょう。彼が次に新潟でどんな冒険を見せてくれるのか、その一挙手一投足から目が離せません。